原作ではあまり描かれていなかった初代ボテージュ三隊隊長ブリーチの公式ツイッターでも初代ボテージュ三隊について山本源流斎重国が創設した死神組織結成当初は現在のボテージュ三隊より殺伐としており大罪人だった者もいた。またボテとは名ばかりで戦いへの誇りや民を守ることへの信念といったものはなく敵を打つにりする者は全て利用するような荒くれ者のたかる殺し屋の集団だった。初代一番隊隊長山本源流斎重国言わずと知れたボテージュ三隊の創設者であり2000年以上生きている最強の死神ですね。昔は額の傷からエイジ祭と呼ばれていましたが佐々木部との手合わせで彼の挽回により傷が十字になったため十字祭と呼ばれるようになりました。その後ワンワンとして支え続けた佐々木部の心情をおもんばかる意味もあって源流斎と名乗るようになりました。残白刀は炎熱系最強最古の竜神弱火を使い挽回は残火の太刀です。小さい挽回で見た目は黒焦げた地味な刀でありながらとてつもない威力があるので初めて見た時は特別感と圧倒的強さを感じました。さすが久保先生押されすぎます。外見綿の癖が強すぎる初代ボテージュ3体隊長たちと並べてみると普通すぎて逆に浮いている気がします。初代2番隊隊長地方院地下夜一同様肌が褐色であるため四大貴族の四方院ではないかと言われていましたがやはりそうでしたね。刀の唾もちょっと貴族らしい雰囲気とオレンジのマフラーのようなものが夜一を連想させます。アニメの戦闘シーンではライダーキックのような派手な蹴りで相手を倒していたため後の2番隊隊長である夜一やソイフォンのように刀がメインでなく主に素手や蹴り技といった白打と高速不法であるマドカフを混ぜて戦うスタイルだったと予想されます。地方院地は四大貴族の中でも高い能力を持っていてかなり影響力もあるようなので地方院地下は初代地方院地の当主であり2番隊隠密軌道の原型を作った人物なのではないでしょうか。ちなみに地方院夜一は22代目にして初めての女性当主だそうです。初代3番隊隊長ミズバラ金六メガネをかけていて真面目そうな雰囲気ですがアニメの戦闘シーンではクインシーの首を横から串刺しにしていました。残虐な隊長の一人であることは間違いないでしょう。初代4番隊隊長シジマちぎりなぜかめっちゃ猫背ですね。見た目が4番隊の山田花太郎やその兄清之助に似ていることから4番隊の隊長でないかと言われていましたがまさにその通りでしたね。おそらく戦闘にも参加はするが4番隊の特徴であるカイドウ治療がメインだったと予想します。なぜなら100年前の4番隊隊長だった山田花太郎の兄山田清之助ハウの鼻に匹敵するほどカイドウの才能がありながら性格は悪く死にたがっている患者を無理やり生かすのが趣味で患者を治すためなら何でもするらしくそれ以外の倫理観がぶっ飛んでいたそうです。清之助の性格とシジマちぎりの不気味な感じが似ているのでもしかしたら初代4番隊であるシジマちぎりもかなりヤバい人物だったのではないでしょうか。初代5番隊隊長尾花段次郎岩橋や一心のようなごつくたくましい腕とその腕につけている防具の様子から五大貴族である芝花でないかと言われていましたが名字は尾花でしたね。芝花は没落したため後に五大貴族ではなく四大貴族となります。初代6番隊隊長斉藤不老不死可愛い見た目でありながらヤンキー座りで殺せる気満々って感じが伝わってくるのでそのギャップから個人的に一番気になっていました。でも名前がすでに終わっています。斉藤はまだしも名前が不老不死ってもうキラキラネームってレベルじゃないです。見た目は紫色の髪にツインテールそして眼帯と強楽の化天胸骨のお花とフルブリンガーを扱う毒がミネリルカを足して2で割ったようなかなり特徴的な見た目です。アニメの戦闘シーンでも舌を出して楽しみながら空中で敵を切り倒していることからサラキケンパチのような戦闘狂だったことがわかります。でも気になるのが彼女が6番隊隊長であるということです。6番隊といえば四大貴族の一家である朽木家のイメージがありますよね。また作者監修の小説ブリーチ We Do Not Always Love You では四大貴族が1朽木家の当主が代々隊長を担う6番隊と書かれていました。実際110年前の6番隊隊長は朽木銀霊であり今の隊長は当主である朽木略也です。ですが彼女の名字は斉藤これはどういうことなのでしょうか。後に名字が変わったとかとはいえこんな野蛮そうな子が朽木家初代当主とはちょっと考えられないです。でも昔の略也もやんちゃだったのでもしかしたらありえるのかも。初代7番隊隊長修行の仏な初代6番隊隊長斉藤不老不死同様殺せる気満々って感じでこちらも11番隊長なんじゃないかと思うような毒々しくヤバい雰囲気を醸し出しています。またかなり痩せているため病を抱えているようにも見えます。このジジイが7番隊隊長っぽいと予想した人も多くいたようですがその通りでしたね。理由としては今の7番隊隊長である駒村佐人と同じ人狼一族の大爺様に似ているからです。
よく見ると手首周りが黒ずんでおり、手袋は人間になりきれていない部分を隠しているのではないでしょうか。初代8番隊隊長カトリバツーンサイ、巨乳にメガネが特徴です。普通すぎて逆に目立っていますね。恐怖すら感じます。多分一番サイコパスってパターンです。8番隊隊長と予想していた人も多かったですね。見た目的には技術開発局にいそうなもっさりした感じで、8番隊副隊長である伊勢名ナイト口を連想させます。ですがアニメの戦闘シーンでは敵のクインシーの腕を切り飛ばしていました。また彼女の使っているのが槍ではなく青龍円月刀のような形状でした。ちなみに伊勢川祭事を司り個人の残白刀は持たず、課長は一本の残白刀を代々継承するという風潮があります。その一本とは八強剣のことなので、この設定が初代からずっと続いている伝統だとすると、巨乳メガネの隊長と伊勢川との関係性はなくなってしまいます。どちらかといえば110年前副隊長だった矢道丸理沙の先祖という可能性の方が高いです。矢道丸理沙も槍状の残白刀を使いメガネをかけているのでビジュアル的に重なります。初代9番隊隊長雲井煙鉄むき出し金馬ハゲの隊長です。残白刀派刀というより鈍器に近く、今にも殴りかかってきそうな雰囲気です。この残白刀が金馬ハゲ隊長に特別に与えられた通常状態の残白刀なのか、それとも残白刀を解放した視界の姿なのかは分かりませんが、初代10番隊隊長オート川フルオキ長髪で略夜っぽい顔立ちなので口利かではないか、6番隊隊長ではないかと予想していた人も多くいて、10番隊と知った時は正直驚きました。そもそも口利かですらありませんでした。オート川という名字から貴族ということはないと思われます。アニメの戦闘シーンでは一番しっかり顔が映し出されていました。初代11番隊隊長宇の花やちる。初代11番隊隊長はみんな大好き宇の花隊長ですね。これはすでに知ってる人も多いと思います。ですが最初の花が初代剣八であり、今の11番隊の原型を作った人物と知った時は衝撃でしたね。もともとは空前絶後の大罪人で山本源流祭司国に腕を買われて隊長になったとのこと。八千留という名前は天下無数にあるあらゆる流派、そしてあらゆる派の流れは我が手にありと自らつけた名前だそうです。残白刀の名前は視界が水月で挽回が水月と漢字が違うだけで読み方は同じという異例の残白刀です。視界の水月はエイのような形となって空を飛んだり口に入れて回復治療することができます。挽回の水月は刀から赤い血のような液体が大量に出る禍々しい挽回です。水月の能力は不明ですが、視界と挽回の能力は必ず関連性があるため回復系だと思われます。ちなみにアプリゲームブリーチブレソルの挽回水月は使用すると自分が回復する能力でした。斬り合いが好きな宇の花が傷ついた相手を回復させて長く戦いを楽しむ、そして水月の名前の通り自分も相手も水月切るまで戦い続けるという意味があるのかもしれません。初代12番隊隊長全城人品。また変なのが出てきたなって感じですよね。まんじゅうのように太っていて顔に朱色の模様が描かれています。髪も三網っぽくしていてかなり独創的な見た目をしています。不気味なほど満面の笑みから、このデブまんじゅう隊長も相当頭がいかれた戦闘狂だったのでしょう。初代13番隊隊長坂骨才三。恐ろしい見た目の老人でまるで不気味な僧侶のようです。そして現実にいそうな古風な名前です。相当老けていて腰も曲がっているので本当戦えるのかって思うような見た目をしています。初代五帝十三隊隊長の中でおそらく最年長でしょう。もしかしたら山本源流祭司国より年上で軽く2000歳を超えている可能性もあります。剣道や合気道といった武術を極めた達人ってどこか不思議な魅力を持つおじいちゃんってイメージがあり、見た目からは想像できなくらい強かったりするので、もしかしたら山本源流祭司国に剣を教えた師匠なのでないでしょうか。いかがでしょうか。それじゃ今回はここまで。チャンネル登録よろしくお願いします。よかったらもう一本こちらの動画を見てください。ではまた。